はい。というわけで、どうも、皆さん、こんにちは。コインでございます。今日も、仁王2の続きやっていきたいと思います。で前回から、呪落台ということで、続きですね。やっていきたいと思います。で、こっちから来たのが、なんだっけこっちから来たのがなんだっけこっちから来たのが、なんだっけこれは。こっちから来たのが、そうそう、ゴズメズルートですね。ゴズメズのルートですね。で、反対側が八つの神を倒して登ってきたルートって形になります。で前回はね、ちょっと欲張っちゃって、二人とも倒したんですけど、まあ実際は倒す必要ないんですよね。で、とりあえず、先に進まない。こいつや、こいつ。てめえをぶち倒しに来たんだ、僕は。おい、ホームラン。今ね、ボタン間違って押しちゃった。まあ、結果往来なんですけど。よいしょ、よいしょ。OK、完璧。でね、こっちの、このゴズメズ倒したルート、これから攻略されるって方いらっしゃったら、こっちはぜひね、やってもらいたいんですよ。どっちか一つだけって言うなら。今、霊石ぶち壊したじゃないですか。で、これっていうのがね、今目の前にあるこの柵の向こう側にあるんですよ。あったんですよ。で、あれがあると、ここにいる妖怪どもがね、体力回復しちゃうんですよね。あ。でね、ここにね、妖怪が一匹いたんですけど、すまん、倒しちゃった。倒しちゃった。前回倒しちゃった。前回のね、こっそりね、終わり際に一回やったんですけど、倒しちゃった。うん。で、貨車もいんのか。もう妖怪終わってたと思ってた。おーちょっと。で、気をつけて帰りな。貨車か。やれるかな。貨車やったら大体もう、さすがにこれ最後だと思うんだよな。よっしゃ、やるか。よっしゃ、行こう。でかいお姉ちゃん倒しに行こう。よろしくお願いします。やばい。燃え尽きた。くそー。あんな生意気な姉ちゃんだったとは思わなかった。仕方ねー。よいしょ。よいしょ。よいしょ。やっぱり愛用の武器でいかんとあかんね。使い慣れてる武器は最高よ。さらに水のエンチャントをぶちかまして、よし。ういよいしょ。 OKOKOK 攻めとけよ。待て、体力がない。あさてもう疲れたから終わりにしたいな。本番がさ、まだこの先に待ってんのよ。この先にもさ、ボスが姫だからな。よいしょ。痛い。よいしょ。よいしょ。はい、高速攻撃が長い。ちょっと伸ばして。よいしょ。よいしょ。よく燃えるだろう、私の体はよ。よいしょ。アバチャだぞ。よしよし。よいしょ。オッケーオッケー。
よいしょ。届いてー、よし。お、ガキまで一緒にやった。よー、いいね、さっきのよかったね。ナイス一撃よ、ナイス一撃。よいしょ、逃げる逃げる、回復入れる。うお、燃えてる燃えてる、厄介じゃな。ふう、終わった終わった終わった。あなたのターン終わりましたか、終わりましたか、それで終わりでいいですか。ダメですか、終わりじゃダメですか、それじゃもう終わりでいいんじゃないですか。あなたのターンは、もうダメだって。あなたのターン終わりでいいでしょう、やったでしょ十分。使っちゃおう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 。逃げちゃおう逃げちゃおう。よしよし、まだまだ大丈夫。あ、よいしょよいしょ、おいおい。あ、なんかガードしてなかった。情けねえ情けねえよなんでこう何回も負けちゃったんだよ。あー、情けない。まあいいか、勝ちは勝ちじゃ。スキル習得、ああ忍者スキルはいいとして、さっき装備品をさ、ちょっと良さそうなの手に入ったんじゃん。どれだ、あれだ、金剛芸の仕込み痕。お、雷属性付与、あんまりないやつだね。オッケーオッケー、いいんじゃないですか。いただきましょう、せっかくだし。で、これを回収。わあ、戦薬ありがたい。めちゃくちゃ使っちゃったからな。さあ、上行こう。んで、そろそろさ、ここも割と見たんだけど、早く撃て。全くじらすんだから。全くじらすんだから。ダメだぞ、じらしちゃ。いや。うわー。うわー、おーい、何ここ、どこ。あー、びっくりしたあー、びっくりした、ここか。あー、ヤシャルにお戻りになられましたな。よし、あー、貨車、あ、でも貨車つけらんねえか、ちょっとコストが高すぎんな。とりあえずメズつけとけばいいから今のところ。戦薬もだいぶ残数がな、欲しいな戦薬。どっかで集めた方がいいかもしれんな。おい、ここにいたんか。いただきます。ああ、ジャチャ様はどうされたのだ。まるで人が変わってしまったようじゃ。よいしょ、 OK。 瞬茶スネゴスリ連れてくか。行こう、スネゴスリ。武器はこのままでいいとして、大砲ぶち込まそう、とりあえず。あ、お前、復活したのか。え、え、一撃、なんということでしょう。で、あそこに、厄介なやつがいるから、これでぶちかまして、どこまで減らせっかだな。止まる、どこで止まる、どこで止まる、あれ、ん、あ、そう、暗くて見え、暗くて見え。止まってたよね、ここ。よいしょ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 。おい、まだ、お前勝てーな。よしよし、よし、厄介なやつはもう先手を、先手必勝ですわ。はい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 、よし、
オーケー。よいしょ。あ、やべやべ、大きくしちゃった。大きくなったね、大きくなったね。よくそんなに大きくなったな、お前。よくでかくなったよ。よくよく、うん、よく大きくなりました。大変よくできましたね。よいしょ。これなんだっけ。シミオの八七郎。うんうんうん、まあいいでしょう。あ、いた方がいいんだけどな、まあ、いた方がいいんだけど、いないならいないでなんとかなる。よいしょ。ほいほい。待って、体力はないんじゃこっちは。よいしょ。危ないでしょそんな腕でっかくしちゃって。腕でっかくするのはオリバだけでいいよ。で、これをいただくと。おお、そろばんね。さて、大砲弾3発。ちょっとあれだな、補充してくるか。ちょっと待っててな、一回戻るわ。でここね、非常にあの弾が重要になってくるんですよ。絶対ね、弾持ってかないとダメっす。まあ弾が枯渇してるってことはここまで来てないとは思うんですけど、ただこの後のねやりとりというかボス戦で枯渇する可能性は大いにあるからね。よし、砲弾を補充と。 OK。 まあ、なんなら私滞納してシング米でしたっけ？米いっぱいあるからさ、砲弾なら確保できるからね。砲弾と弓矢で大丈夫だよな。おっしゃ、行くか。ボス戦だわ。姫です。この城の姫と戦います。綺麗な声のお姉さんがずっと声かけてくれてたと思うんですけど。招いた覚えはないぞ。おい。俺の新しい嫁を紹介してやる。はい、おさかべ姫っていうね、美しい女性なんですよ。はいはい、彼女ですね。いやー、これなんだっけかな、確かね、周りのやつを潰さないといけないんですよ、まず。あ、いや、大丈夫。よいしょ。おい。よいしょ。おい。外した。弓矢の方がいいか。おい。おい、ちょっと。ああ。攻撃当たんだっけか？もう当たってる気がする。で、こいつ。ああ、ちょっと、焼ける焼ける。ちょっと待って、死ぬし、死んじま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 ったよ。なあ、なんだっけかな、忘れちゃったな。とりあえず目玉先潰せんだっけかな。うや、ちょっと待って、ちょっと。何もさせてくれなかったわ。いやー、痛い、痛い。全然大丈夫じゃなかった。大丈夫じゃなかったけど、そんなに苦戦はしねえぞ。あれ、大丈夫大丈夫。いや、あの、すいません、あの、見てる方ね、クソつまんねえと思うんですけど、今とりあえずあの、このシューティングゲームをお楽しみください。弾ある限りはとりあえずやった方がいいと思うよ、私的には。多分ね、周りの面なんだ、あの毛の面、毛の先についてるさ、目を潰すとちょっと違った気がするんやけど。おい、もろくらっちゃった。打たせて、よいしょ、打つ。痛い。
だろうな。ちょっとちょっとな、おさかべさんはさ、ちょっとビジュアルが人を選ぶからな。まずよいしょ、 OK。 あ、なんか来た。あー、そういう感じだっけ。あー遅い。あ、やばい。よいしょ、はい、ふう、よいしょ、ふう、いやいやいや、きついな。おいおい、燃えてるね。よいしょ、よいしょ、ちょっと待って。しまったな。大砲で真ん中の目玉ぶちかますのはそうなんですけど、ちょっとやっとくか。で、んー、ちょっと長くなりそうだから頼むわ、おとりになってくれや。よろしくお願いします。よし、というわけで、じゃあこれが最後の戦いっていう感じでしようぜ。頑張ろうぜ、ヤシチロウ。あ、体力は。あ、あ、よいしょ。よいしょ。ヤシチロウ、頑張ろう、頑張ろう。よいしょ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 。ヤシチロウ、大丈夫か、ヤシチロウ。ヤシチロウ。あ、間に合わなかった。間に合わなかった。ヤシチロ、ヤシチロ、ヤシチロ、よいしょ。よいしょ。うわー、ちょっと遅れる。あ、やばいやばい、また麻痺してる。麻痺が多すぎる。よいしょ。あ、痛い痛い痛い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ間に合わ、間に合わ、間に合わ。はい、はーい、よいしょ。行くやで、行くやで。ほい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 。なに、まあ、ここで。マジかよ。ちょっと待ち、ちょっと待って、体力持たない。あー、ダメだー。勝てねえよ、勝てねえよ。うっそー。はい、ほらほら、もう間に合わないもん。反応が間に合わないんだって。マジでかよ、お前ら。落とせ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 落とす、落としきれなかった。うん、なんとなく光明が見えてきたから連れてくか。いや邪魔か。いや、いい、行く、このまま行く、このまま行くぞ。とりあえずこの毛の化身は、よいしょ、大砲2発で、大砲2発で沈むから、よいしょ、えい、いやー、あ、行ったり行ったりで、行ったり行ったりで、よし。よいしょ、よいしょ、はい。いやー、できればさ、あの、耐えたりしてもらった方がいいな。
それ欲しかった。はい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 。出せて、よし、この後、よし、オッケー。一発だけな。よいしょ、背後から来てるでしょ。何やってる。よしよし、それ、よし、それが欲しかった。よし、いいよ。ここ、狙いどこ。よいしょ、今なんか吐かれたろ。よいしょ。気にすんな。大丈夫だぞ。いける。よし。千薬も飲んどこう。よいしょ。なんで、まさかりじゃねえだろ。なんでまさかりになっちゃってるのーと。よし。違う。これで削る。おい、全然削れんかった。早いな、無理か。よいしょ、いけるだろ。よいしょ、はい、とりあえず数を減らす。よし、まずは数を減らそう。やばいって、そんなにレーザーあったらまずいって。よいしょ。あ、いける。よし、削り切れた。で、さっきの流れで言うと、この角のところが安全地帯っぽいから、ちょっと待って、その前にこれを入れて、さらにこっちで回復を入れとくと。ああ、安全地帯っぽい、やっぱり。いいね。よし。これ、ぶちかます。よし。削り切れる。よし。よいしょ。もう一回打たせよ。よし。いけるか。よし。削り切れ。よし。完璧。削り切れぬか。いや、でもここまで来れば。いける。もう一発。あ、でもこれ最初に戻ってるじゃん。よし。なら大丈夫。ちょっとあれだけど、目開いた時は最後よ。これ終わりだ。これ決められる。いくぞ。ラストショット。オッケー。とどめじゃん。よいしょ。
やってくれたの。やってくれたの。ん？お。そうか。ソハヤマル復活させるのが目的だったっけ。忘れてた。完成です。一緒に戦ってくれてもよかったじゃないですか、ムミオさん。ダメ？ちょっとアイテム回収しよう。きつかった、マジで。製法書。お、戦痕、戦痕かよ。違うんだな、戦痕使ってねえしな。天目一家臣の斧。あ、斧は欲しいわ。共に気共に笑い、そしてやべえ嫉妬されてる。お酒壁姫の肉片ですねこれね。ボロボロ落ちてんだわな。こっち側もそうでしょこれ。へー、よし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 、いいんじゃない？あ、ちょっと装備変えとく？マサカリが、さっき手に入れたやつ、鬼人、あ、違う違う、これか。一目一家臣の斧。ああ、火属性か。あ、全然違う。雨の真一つの神の斧。読めねえな。雨の真一つの神の斧。へえ。ああ、はい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 。なるほどね。かっこいいし、装備しとくか。よし、じゃあ行くぞ。いよいよ次回は秀吉か大阪城だけかな。あやこしを滅ぼす刀ついに取り戻したね。あー、どんな強い赤い薬師も枯れる。ほう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 。あー、天界に相談するのね。はいはいはい。鬼の角、霊石の腕、大きな綺麗石、欠けた鬼瓦。お酒壁姫あんま使いづらかった気がするな。乱れかずら、サブミッション姉妹の夢、なんだっけ。あー、第5の花見、次のやつか。いよいよ終わり近いんだよな。宴宴。第五次か。なるほどなるほど。大阪城じゃなかったわ。で、服すべき調和。あー、はいはいはい。で、大不変者。あ、前田刑事出てくるんだ。はい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 。大不変者。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はですね、また、続きですね。第5の花見ということでやっていきたいと思います。いよいよ物語も佳境になってきたんでね、ぜひとも続き見ていただければと思いますので、引き続きね、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは、ここまで語りは私、高2でお送りいたしました。また次回まで。さよなら。バイバーイ。